久保さん今回、高いにしましょうか。まあ、安いとか高いとかね、ただとか、いろいろありますけど、まあ、高いものが全てなのか、高いものが正義なのかっていうと、まあ、高いものが全てじゃないですよね。まあ、よくその高級車、うん、高級車ブランディングとか、金持ちブランディング、高いものを見せつけて、何百万円買い物してきましたとか。 まあ久保さんが言う通りね、別に全然金かけてない、何の変哲もない動画の方が回ったりするので、まあアイデア勝負じゃないですか。アイデアがない人は、あの、金詰めばいいんじゃないですか。うん。まあ、でも今はね、もう、その、こんなの買ってきましたもんね、もうみんな見飽きてるというか、まあ、ベターなので、ベターというか、うーん。 僕ね、エックス松浦会長の車とかバイクとか見ちゃうと、これ、勝てねえな、みたいな。あと、前沢、前沢社長とかね、エックス松浦会長の車とかバイク見たら、これ、一般人どう考えても無理じゃねえみたいな。<laughs> そんな無理だよ。<laughs> まあいくら頑張っても、無理だろ、そこにっていう話で、いやそこの土俵、どうぞっていう話ですよね。僕たち、市民はアイディア使っていかないと。 <laughs> うん、いや、上には上がいますからね。うん、そう。まあ、例えば、まあ、フェラーリでも、16歳でフェラーリ買いましたとかだったら、すげえパンチあると思いますね。16歳で起業してフェラーリ買いました。これは結構いないんで、パンチあると思いますね。うん。もしくは、80歳でフェラーリ買うとかね。死ぬ前にフェラーリ乗りたかったね、みたいな。80歳で初フェラーリ。これも面白いと思いますね。死ぬ前にフェラーリ買うみたいな。 おじいちゃん、フェラーリ買いに行くって、これ結構バズりそうですよね。おじいちゃん、フェラーリ買いに行くっていう。<laughs> 結構バズりそうですけど、死ぬ前にフェラーリ乗りたかったんだよ、みたいな。で、なんか運転、こんなの、<laughs> 絵的にね、的に、おじいちゃん、運転できるな、おおみたいなね。おじいちゃん、免許みたいなね。おちは免許、免許更新切れみたいな。わ <laughs> かんないですけど。で、結局、息子が乗るみたいな、わかんないですけど。 だからなんかそのアイディアですよねうん。普通にやってたら勝てないんで、うんちょっとエッチ効かすというか、ちょっと切り口変えてくっていう,うん。でもその高いものじゃないとアクセスが持ってこれないのかっていうと、全然そうじゃないので、うんねえ、そのアヒルとかね、なんかその、なんかぐわぐわ言ってるだけでも再生数稼いだりしますからね。 それはまあいろんな動画を見て、あれじゃないですかね。いろんな動画を見て、あ,あこんなんでもいけるんだっていうのをどんどん,どんどん知ることじゃないですかね。知って試してみるってことですね。うぐいスパン食っても、食、そっか食売れるんだっていうのを知らなかったら、まああれですよね。<laughs> でもやった人しかわかんないんですよね。いってらっしゃい。